はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、特注トミカサンリオピューロランド号です。はい、しっかり見ていきます。このトミカは京王電鉄バスのサンリオピューロランド号だね。車種は日野セレガになります。で、正面はこんな感じだね。成田空港ってこうプリントされてあるね。で、ナンバーはちょっと見づらいからちょっと拡大してみようかな。ちゃんと八王子ナンバーで再現されてるね。で、横から見るとこんな感じだね。この辺のキャラクターのデザインかわいいね。で、後ろの方はこんな感じだね。成田空港ってここプリントされてあるね。で、キティちゃんのこの部分はシールになってるね。これ元から貼られてたシールだね。で、運転席側の側面はこんな感じです。このデザインも可愛らしいね。だけどここもプリントではなくてシールなんだよね。で、ルーフの部分には京王電鉄バスのロゴとサンリオピューロランドっていうコラボのプリントがされてあるね。ここにも61710ってプリントされてます。で、タイヤは特にサスペンションはついてないね。で、シャーシの方は日野セレガナンバー101番の2005年のシャーシになってます。で、このサンリオピューロランド号っていうのは成田空港への連絡バスとして運行されてるんだよね。京王電鉄バスの実車になります。で、こういったキャラクターとのコラボトミカでよくありがちなこのキャラクター部分っていうのはシールになってるんだよね。こういった自分で貼るわけじゃないんだけど、初めからシールで貼られてあります。ちょっと残念だね。なんとかプリントにこの辺になってほしいね。で、箱の方は正面のパッケージにサンリオピューロランド号の写真だね。で、ここにキティちゃんが制服を着てるね。これバスガイドさんかな。で、側面はこんな感じだね。あ、ここにサンリオのライセンスシールが貼られてます。販売地域日本限定、こんなこと書いてあるんだね。で、裏の方はこんな感じです。発売元は京王電鉄バス株式会社だね。はい、今日は京王電鉄バスの特注トミカサンリオピューロランド号を紹介しました。で、このトミカの良かったところはやっぱり実車として走ってる車がこう再現されたっていうのはすごいいいよね。で、キャラクターとのコラボっていうところもいいよね。だけどちょっと残念なのはやっぱりこういうキャラクターの部分がシールになってるっていうところだね。で、このバスは成田空港への連絡バスだね。で、以前発売されたモデルに羽田空港への連絡バスでボディカラーがピンクっていうのもあったね。で、そのトミカも発売当初に買ったけど開けるの忘れてるね、多分ね。ちょっと今度開封して比べてみたいと思います。で、このトミカは定価は1000円になってて、今回はインターネットのショップで買ったね。別途送料がかかってます。でもヤフオクとか見ると1個1800円ぐらいで落札されてたね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。